RDS レーシング。すごいね。いや今日はね、新東京に来て初めてじゃないですか。そうですね、初新東京、ね、まあちょっとプライベートでね、ちゃわちゃわっとこう遊びに来させてもらってありましたけど、はい、収録初めてですね。ね、そんなね、関東もなんとおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。入って何勝2勝今、鈴川2勝して今季3勝目やって、はい、勝ち取ってきました。すごくない？なんかこの間最終ラップにやばかった。ね、すごかったですよね。抜いてね、ポールからスタートだったんですけど、うん、スタートで、まあ、失敗しちゃって2番に落ちて、で、まあ、レースの中では長いレースだったので、うん、もう最後の最後抜いて帰らないとこれやばいと思って、で自分のペースも速かったから抜くチャンスあったので、まあ、しっかり、はい、仕留めて。でもなんかちょっと真面目だよね。だって要するに6戦中3勝ってことですよ。今勝率5割なんで。どうですか本田さん、最近なんか俺、はい、ゴルフ以外だまあ、身近なところで言ったら、うん、自分が監督やってるスーパーフォーミュラおめでとうございます。よかったっすね、あのレース、ね、まあ、チームとしては俺5年目の監督で、まあ、ようやく初優勝を、うんうん、まあ、去年一昨年か、イオもね、いろいろ応援に来てくれたりとかした中で、まあ、チームとしては待望の どうだったんですか。もうなんか優勝した時はもうチームがうわーみたいな感じだった。ただ雨降って、はい、雨のレースだから勝ったっていうのは正直いろいろあって、もちろんね、そのチームドライバーがうまくやってるというのはあるんだけど、はい、あとはやっぱりここが先ほどドライコンディションで、はい、やっぱ車、ドライバー、チームがやっぱ勝つべくして勝つレースができるようにっていうね。じゃあ次戦ですね。まあ次の目標ができました。はい、そんな感じでね、じゃあ今日は、ね、今日の企画の説明をさせてもらっていいですか。はい、はい、僕ちょっと今日は無理です、走れないんですよ。で、ね、大丈夫じゃあ僕今日はアンリのためにみんな集まってるんだから、ここに。いや、っていうのがね、アンリさんのこのデシッコ気質を、はいはい、十分に活かして、はい、本山聡、杉原アンリを育成プロジェクトっていう企画と、はい、この二人、ユウとカズの、このちょっと二つのグループに分かれて、熱血指導企画をやろうと。で、もう追っかけてもらうだけでいいですよ。もうひたすら追っかけるってことだけやってもらえたら学べると思うんで、背中を見て学んでください。だって、いや、頑張りますけど、皆さん、また雨なんですよ。で、新東京が今すげえリニューアルしてるんで、俺引っ込みたくない、ね、怖すぎない。お願い。あ、じゃあまだ直しきれてないとかあるんで、そっち行ってください。どこクラッシュパッドがまだ古いとかあるんで、そこだったら OK です。てな感じで今日は一日頑張りましょう。頑張ります、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いけます。はーい。スリックいけるんすかこれ。わかんない、俺も初めてだもん。ああ、全然大丈夫。いや、これすごいっすね。滑りそう。ああ、ダメか。おぉうわすげえアニさん、まずちょっと離されてもいいから、確実についてってくださいね、はい、光で。はい。絶対にスピンしないように、無理なく確実についていきましょう。はい。アニさん、ラインなんかもしっかり本山さんのライン真似してもらって。はい。このアメスリックでやっぱり安心感ありますね、本山さん。すごいな、やっぱ本山さんのライン。いやー、すごい、もう見てて攻めつつも安心感ありますね、うん、すげえ、うんまやばいっすね、今のこれやばおぉ滑るボックスバックス、あ、すみません、ピットです。この週ピットお願いします。もう連帯もいらないかもしれない。滑るわ、めっちゃ。ちょっとここで本山さんからアンリさんにドライビングの指導をしてもらって、ヘルメットかぶったままで、で、そのまままた行きます。結構ね、雨の日はアウトインアウト、アウトインアウトじゃなくて、はい、アウ、直下にかアウトアウト院内イメージ。あ、そうなんですか。アウト真ん中とか、はい、まあ、イメージの方が、結構ね、早くインについちゃうと路面が滑りすぎて、アンダースターも出るじゃん。あー、そうですね。で、インについて曲がろうとすると、R がちっちゃくなっちゃうんで、はい、スピード落ちすぎちゃう。あー。で、アンダースターでコーナー出口に対して向きが変わらない時間が伸びちゃうんで、はい、
だったらもっとアウトから入って曲がれたったらまっすぐ立ち上がっていける。ああそういうことですね。そう全体的に。あと比較的コーナーって立ったらバンカーついてるから、はい、これが雨上がりのドライに変わっていくシチュエーションの時はアウト側の方が水が多分少ない、はい、じゃあこのバンクで水がこっちイン溜まってるから、うん、だからアウト側の方が多分ね路面のグリップがちょっといいと思うんで、まあ、比較的アウトアウトミドル的なラインを雨は基本。今でタイムが参考までにアンデさんで1分2秒5です。なんで今の指導をあれして反映してタイムアップ目指してください。はい、まあ非常にね難しいコンディションだけど、これはこれでドライビングのいい練習にはなるんで面白かった、ね、でもまだこれスリックじゃないですよね。本当はまあギリスリックじゃないね、はい、だけどスリックの時もあんまこう何の下が出てそれをうまく乗るっていう、まあ、すごくいい練習になるんで、うん、スーパーフォーミュラで勝ちたいわけでしょ、アンリさん。スーパーフォーミュラ F1 がノブだってね、あれですよ、本山さんのカートチーム出身で多分こういう練習してきてるんですよ。そう、ね、こういうこのカート持ってて、ここからね、はい、あスーパーフォーミュラ優勝するから、ね、このアメスリックの練習って、最近若い子絶対サボるんですよ、うん、車壊すし、どうなるのかってだけど、壊さずできてるわけだからやりきってください。うん、もうペース上げて、はい、お願いします。ちょっとペース上げるな、嫌な予感すんな。結構コーナーの外側がだいぶ乾いてきてるからか、あの乾いてる場所を探しながらして今ね、すごくラインをちゃんと学んでます。小手山さんが走ってるラインってちゃんと真似して走ってる。でもやっぱりスピードっていう意味だったらやっぱ小手山さんの方がスピード高いんで、スピードが出せるからって結局ね、やっぱ滑ってると前に進んでないから、このコンディションの難しいのって前にちゃんと進みながら多少こう滑ってるのをコントロールする。ただ滑ってるだけだと滑ってるだけで前進んでないんで、それをじゃコントロールできるから速くなる。モテヤマさん、アンリさんを前に出してあげて後ろからアドバイスしながら走ってもらっていいですか。はい、おーい、よろしくお願いします。アドバイスお願いします。おーい、おーおーおー、なんでここのコーナーが路面乾いてるから、はい、もっと早く曲がれる。全然グリップあるから、うん、はい、この辺のコーナーはどこかねブレーキだけちょっとしっかり使って向き変えて、ま、回っていく。はい、ここはちょっと路面が濡れてるから難しいけど、ここ難しいっすね。でここ結構路面が乾いてるから全然グリップがある、はい、お願いします。はい、今部分的では乾いてきていて、はい、まあ、走れば走るだけタイムは上がっていく方向ではあります。そうですね。58秒。おお、もう1分切ったんだ、素晴らしい。乾いてるとこ見つけるのめっちゃやっぱすごいですね。全然自信ないやっぱ、あとモテヤマさんもう常にこうリアがプルプルプルってこうそれのコントロールして芸術的なの、うん、だから結構部分的にはやっぱブレーキ使ってやっぱこうやって向きちゃんと変えて立ち上がるっていうね、うんうん、結構ブレーキ、あそこのだってヘアピンのところのケツの向けさせ方、はい、超芸術的だよ。これ取れてるよね、はい、成長感じますね、この短時間で。めっちゃ楽しかった ね、変わったよね。なんか今日いいっすよ。めっちゃ優しいんだもん。多分ね、あんまり僕のことはね、あんまりね、まだやっぱモテヤマさんに来て
いやお前小手山さんじゃねえからみたいな感じでも今前後入れ替えて、はい、その2週後くらいとか結構、はいはいはい、悪くなかったよ。本当ですか。いやなんかやっぱりありがとうございます。いいと思います。じゃあ2週もう1回行っちゃおうか。うん、だからどれくらい話されるのかガチなんで、じゃあ小手山さんガチペースで行ってください。了解。はい、じゃあ一周一緒に行って、はい、そこから自分で走る。もうそれこそローリングスタートしてくださいアニさん。え？ローリング風で2人でブーって行ってちょっとガチ感やってもらった。いや本山さんめちゃくちゃ速い多分今超抜いてるよ。やばいよ。アニさんアウトで本山さんインで僕のアクセルオンのあスタートの合図でアクセル踏み始めてください。はい、スタート。これ結構離されると思うよガチで走ったら。やっぱねこれパッとタイヤ冷えてるときの方が速いんだよね。もちろんね、早えなぁ。アニさん全然無理なくちゃんとスピンせずに確実に走り切りましょう。でこれでもうラスト1周です。ラスト1周です。チェッカーです。チェッカーです。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。いいな羨ましい。いやめっちゃ楽しかった。うん、羨ましいっすよ。ヒェーってこれあれファンの人が後ろで走ってる感じ、はい、ああなるほど。うめーっいやなんか分かりやすくうまいんで。だけどその上手いっていうのもすごい多分緻密なんですよ、うん、ブレーキングだって多分もうもちろんロックする手前だろうし、うん、コーナー入っていくスピードももう常に本山さん車こう遠くで見てたらプルプルしてるのなんか後ろから行って思ったのは本山さんすごいなと思ったのはもう常に行って予測してるのよ。次こうなるだろうみたいなの、ね、はいはい動きをそうで僕はなったら考える。あでも今路面が今本当に難しい。この雨上がりでかつてに乾きつつあるよね、はいはいはい、ウェットでのスリック、はい、そこで、ね、雨スリックって言うんだけどそれは本当に難しくて、はい、でもやっぱりでもスピンしなかったんですよ。いやいや俺もそれちょっといつものパターンで前に渡辺、うん、さんが後ろついてもらった時にあれやばかったプレッシャーでプレッシャーでいつもやるんですよそれをちょっと耐えてると思って。でも入れ替わった時も、うん、ねやっぱ一人じゃうまく走れないかと思ったけど意外と悪くなくてね。いや俺もお寺さんちょっと押して飛ばしてくんねえかなと思ったいやでもいや前に出した時にやっぱりねちょっと心配だなと思ったけど、はい、思ったよりもなんかマイクでなんか言うほど、はいはい、注意点がうまくね見つからないぐらい最初上手に走ってて。でもちょっと本当に天王に申し訳ないけど、はい、ローリングした時はちょっとめっちゃちょっといいとこ見せようかな。めっちゃ勝ちたいと思ったけど俺の経験値のなさ後ろに入ったらとてつもない雨水で俺も反対して思ったってなところで、はい、本山聡志選手ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。